どうも、テッシーです。お世話になっております。今回はモノポリー、このゲームをプレイしていきたいと思います。デモ画面が流れておりますが、はい、ボードゲームとなっております。これファミコン版でテレビゲームなんですけれども、実際のボードも売ってますよね。東急ハンズあたりに売ってるかもしれません。家で遊ぶときはそっちでね、家族とかでやってみても面白いかもしれないですね。まあ、早速プレイしていきます。はい、何人で遊びますか？まあオーソドックスなここら辺、まあ何がオーソドックスかちょっとわからないんですけれども、4人5人6人ぐらいがオーソドックスかなと思ってますので、まあ5人4人でやっていきますかね。はい、プレイヤー1、これは私人間ですね。これでいきましょう。名前はいつも通りテッシーでいきます。お、伸ばし棒がない。テッシー久々ですね。ドラゴンクエスト1みたいな感じで OK です。コマはこれでいきましょう。プレイヤー2以降は全部コンピューターでいきましょう。アーサー、ガートルード、モード、アーウィン、カーメン、ペネルーペ、オリー、アイザック、どこかで聞いたことありますね。魔法でも使うんでしょうかね。アイザックとりあえず選んで、まあカーメン行きますかね。カーメン行きまして、んだい、アイザック、カーメン、まあオリーで行きますかね。アイザック、カーメン、オリー、 OK、 行きましょう。プレイ時間の設定、これは制限時間なしで行きましょう。ゲーム編集も特になしと。アイザック、あなたの順番が一番。俺じゃねえんか、プレイヤーが一番じゃないんかいと。もうみんな勝手に進めてますけれども、まあこれどういうゲームか一応ね説明しておきます。多分皆さんねご存知だと思うんですけれども、モノポリー、これもう独占するという意味ですね。何を独占するのか、お金、まあまあ資産ですかね。まあそれを、財産を独占していきますと。土地とか家とかホテルといった感じですね。まあもちろん途中で現金も増やすというのもねあり、そういった作戦もありなんですけれども、基本的には不動産、これを所有してそのレンタル料でお金を稼いでいく、相手からお金を独占していく、そういった流れとなっております。これやばいですね。序盤から私全然土地買えてないですね。本当は土地買わないといかんのですよね。どうしましょうか。まあまあまあ行きましょうかね。ひとまずは。オリーすげえな、やべえなこれな。ちょっと待って待って待って、その前にちょっとスピードアップという感じで、ちょっと待って待って、やばくねこれ。ちょ待って、所有権利書1個持ってな、財産じゃな、ちょ待って、アイザック、ちょっと全然見てなかったんで、あー、オリやべえやべえな。ちょっとオリーちゃん一つちょうだいよ。あー、どっちでもいいんだけど、ステーツ通りかな。これちょっと高めだけど200でいただきたいと。こういった取引ができると。おし、バカか。一つ手に入れとけばちょっと安心かな。やばいやばい、これはやばいぞ。これは、あー、なるほど。ちょっといいっすか。ちょっと金の無駄なんですけども、アイザックの、あ、オリエンタル通りも欲しいな。ここをとりあえず本当に土地がないと
後々もう何にもできなくなっちゃうんで、よし、自分が買えない分ちょっとずつでも高い金額で買った方が得なんですよね。いやいやいや、それはないだろう、それはないだろう、お前今買ったんだから、今買ったんだから、これでいけるか。よし、まあちょっと大きな出費だけれども行きましょう。いやいやいや、刑務所とかないわ、マジでマジないわ。ちょっと待って、刑務所しやれやれ、やっと出られた、やれやれ、やっと出られた。一周目で土地買えず刑務所に入れられる、どんな生活したらそんなになる。相当運悪いっすねこれ。みんなは順調にお金めっちゃねもらって戻ってやってんのに、私だけですよ。ちょ待って待って待って、3つ、私だけなんでこんなお金ないの。ちょっと買っとこう、土地とりあえず土地、うん、よしよし、オッケーオッケーオッケー、行こう、頑張ろう頑張ろう。やった100ドル、ちょっと嬉しい。おお、バージニア手に入れたか。そうかそうか、手に入れたか。ちょっとさ、そしたら足に、いや今はいいかな。あれ、あれこいつじゃねえか、アイザックか、間違えた、お前じゃねえわ。いやでも今ちょっといいっす、いいっすいいっす、お金がちょっと微妙だったんで。お金だけいくらあってもね厳しいんですよね。あでも買っちゃった方がいいか。アイザックでしたよね、バージニア。あそっか、俺全部持ってるわけじゃねえのか。でもまあ買っときますか、どうすか。いやいやいや、まあダメっすね。まあそこはちょっと諦めましょうか。チャンス、刑務所から釈放されるカード、あれがあればね、ただで刑務所から出られると、まあ、50ゴールドと言ってもいいですからね。たかが50ゴールドされど50、今変わりたとこ一歩遅いんだよね、一歩ね。これまずいっすね、アイザックに買われたな。どうせそうだよね、地中海手に入れたから。いやお金全部くれるんだったらいいよ。ガチで、ガチかお前ガチか。いやあそこはそんなに、そんなですよそんな。マジですか、やりやがったなアイザック。どうじゃ、くまあ
まあちょっと下げる。ダメ。300でどうすか。ああダメだと。なるほど。いいっすいいっす。ここもまだ買ってない。オリーが2つ手に入れましたね。いやアイザックやりやがるな。なんで俺オリーの後ついてくの。意味わからんわマジで。くそくそ出ますねこれ。いやカーメンのあのオレンジ欲しいわ。まあこんなん4ゴールドですからね。うわー、おしこれは買える。勝手に競売しとけ。うい、あーカーメン行くねこれ。よしカーメンを止める。あとはどうしましょうかね。ミドリンとこソールソールおーこれも買っちゃいましょう。あーオリーね。はいオッケーオッケー。乗ってきましたね。だんだんといい感じになってきました。アイザックが1000で売ったのはでかいっすね。アイザックはお金があればこの地中海通りとバルティック通りの家を建てられます。そうすると今このレンタル料8ドルだけなんですけれども、どんどん上がっていくと。これはいらないっすね。マジかこいつら。でドカーンとまあすごい高くなって300とか400ドルとか上がっていって、それで相手のドルをなくさせて最後に残った一人が勝ちというゲームですね。電力会社と水道会社はそんなにって感じだね。いやいやアイザックに今お金あんまり渡したくないんですよね。マジか。で家を建てると、2個建てると。他に家を買いたい人はいないか。 B ボタン買いたいと。そんでもって下に家が建ちましたね。これでレンタル料が上がります。ただこの2つの土地はそこまでは高くないので、まあそこまで脅威にはならないかなと。よしこれでカーメンと取引に入ればオレンジのところを独占できるかもしれないですね。違う、テイトを入れるな。カーメンちゃん頼んますわ。ニューヨーク通り。300これどうすか。うわやべえめっちゃ嫌われたいいえ、あーでもちょっといいえ。400、あーちょっとでもまだ脈ありみたいな。まだ脈あり。どうすか。うわじゃあ500じゃ。どうじゃ。俺にドルを言わせる上限を持たせてよ。はい、もうこれ最後。最後って言った瞬間終わりって。素晴らしいね。まあ仕方ないっすかね。 B
どうしよう、まあ、どうしようもクソもないっすけども、カーメンか。全然こういう土地持ってないのね、カーメンね。そしたらさ、ちょっと見ていいですか。ボード財産アイザック、あ、え、パークプレスとボードウォーク一番右のとこですね。誰も買ってないんか。なるほど、なるほどですね。緑はアイザックが持ってると。なかなかどうしてですね600700厳しいね。ちょっと厳しいんじゃない。もうちょっとコマが進んだ。おし、$200、でかい。これはでかい。これで建物を建てますね。アイザックは着々と建てていきます。やばいな、これな、これやばいな。ちょっと舐めてるとやばいっすね。3個ずつ建てましたね。カーメンちゃんよ、カーメンちゃん、もう一回頼むわ。もう今度はね、あれ行かないから、もう最初から700出すから。どうすか。マジか、こいつマジか。絶対売らねえんだこれ。くっそー、しゃあない、行きましょう。これ買いましょう。よしよしよし。あそこ誰、オリー、アイザックか。アイザックには金渡したくないんですよね。ほらお前、カーメン、俺の取引断ってばっかだから刑務所バチが当たったんすよ。よしよしよし、オッケーオッケーちまちまレンタル料もらうっていうね。2倍のレンタル料を支払う。よしよしよし、アイザック攻めるな。俺狙い撃ちじゃんこれやば。俺いくつ出せばいいの。 1,2,3,4,5,6 か8。おっしゃ、でかい。アイザックも入っていくと。どうした、急にどうした。え、上、あっそう、そこと欲しいんだ。いやダメでしょ、いやダメでしょ、そこ俺が欲しい、そこ俺欲しいねん。じゃあ逆にこれ俺2つ持ってますもんね。だってもう逆に勝負出ますわな。勝負出るわ。今お金欲しいでしょ、アイザックちゃん。どうすか。くっ、足元見よって。ここなぁ、いやいやいや、無理。アイザックの顔カーメンはちょっともうドロップアウトな感じですね。カーメンは
いやー、いいね、面白いっすね。うわ、オリーやりよった。まずいな、これ。あー、ボールウォーク取られましたね。オリー、やるオリーな。あ、でも、オリーが台風の目になりそうな予感。ちょ、待って、待って、待って、オリーやべえぞ、これ。カーメンを潰して、よし、よし、ここ。よし、よし、よし。これでオリー止められたね。オッケー、どうせ。わしだろ？よしよしよし。お、建物を、え、ゼロドルって。ゼロドルって。いや、いい家で終わりじゃ。いや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 。無理無理無理。今、お金はあっても建物をね、ちょっと建てたい。もありまして、やれやれ、やっと出られた。カーメン潰したいな。でも現状ちょっと無理だと。カーメン絶対売ってくれないもんね。アイザックの一人勝ちはちょっときついな、これな。弱いとはいえ、ホテル立ったら450とか普通に取られますからね。2211、おっしゃ、来た。オッケー、オッケー、これでオリーは大丈夫。はい、刑務所。ラッキーですね、これ逆に。今呼んでてたら地中海通り止まってましたからね。オッケー、オッケー、めっちゃめっちゃ来てますね。ホテルが建ちました、ついに。違う、刑務所から釈放ですね。いや、最初ちょっとね、足引っ張ったんでどうしようかと思うんですけども、あー、ボードウォークか。アイザック、アイザックちゃん、まあまあ、抵当に入れると。絶対売ってくんないですもんね。カーメンはそのままアウトで、どうしましょうかね。いやいやいや、ちょっと待って、あそこは青は誰が持ってんの。あ、オリーとアイザックか。ちょっと取引、アイザックちゃんで、ここ抵当入ってるからちょっと安く、お安くしといてくれないですかね。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。よしよし。あ、これは、抵当、いや、抵当抜くと。OK。で、オーリーから変えれば。オーリーから変えればいいかなと。200でどうでし、まあこんぐらいでいいかな。お、あー、権利証か。それはなかなか厳しいので、うん、どうでしょう。絶対欲しいのか、お前。まあ確かに俺も欲しいわ。
ちょ、ダメっすね。ダメダメ。うわ、これアイザックにしてやられたかもな。で、ホテルですね。ホテル付きで250、まあまあまあってとこですね。なかなかもうカーメンは話にならないと。オリーがちょっと結託してくんないと。イリノイ通り刑務所。やれやれ、やっと出られた。なるほど、オリーがねちょっと折れてくれないと厳しいな。あとカーメン、カーメンはダメだろあれ。オリー避けるね、いいね。これ自利品だと負けるな。ちょいちょいお金は入ってくるけれども、アイザックがやっぱり今一番有利ですよね、この状態ですと。やっぱり土地持ってますんで、土地、まあ建物、ホテルが建っちゃってるんで、そこにもう止まったらアウトですからね、こちらとしては。もうちょっとこれは勝負に出ますか。お前いくら持ってんだっけ。権利証で鉄道、水道、電力、セントチャールズ、バーモント。あー、この2つはどうでもいいや。で、全額で、どうじゃと。全然ダメっすね。オリ801か。オッケー。いや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 、マイナス50。でもちょっとオリーとどうにかしないと。やれやれ、やっと。パークプレス手放しますか。そしたら何とかして、でオリーから金引っ張ってきてっていう感じにする。ちょっと怖いけど、アクレスト、お金ちょっと引っ張って、バーモント、セントチャールズとかどうでもいいんですよね。建物建てられるのが一番嫌なんで。200ドルだったかな、あそこは確か。これでどう、あ、終わり、間違えた。どうじゃと。いやでもそこまでしてほしいとこじゃねえか。ここと、ここと、これでどうすかと。あとお金。700かな。ダメだと。パシフィックやるわ。
どうしたどうした、なんでちょっとずつ上げていった、お前は。なんでそれでいいえ、いや終わり。くー、これはちょっと長引きそうですね。ちょっと後半戦どうなるかお楽しみいただければと思います。自分のターンが回ってきましたら一度動画を終了いたしまして後半戦に入ってまいります。もしかしたらちょっと飛ばして、いやこういう状態になりましたという感じになるかもしれません。まあそうなるでしょう。こうあんま動かないですもんね実際。うん、ちょっと一回終わりにしましょうね。アイザックを無視するというね。でオーリーが来て私の番になるという感じですね。はい、見ていただきましてありがとうございました。続きもよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。